立ち位置だ。おはようございます。ひなこさん泣いて、うそだね。散歩に行きました。自分たちは、あ、おはようございます。おはようございます。あれ、今日何食べてるんですか？あ、今日ガムです、ガムです。もうこのガムいつも食べてるんですけど、はい、辛いガムなんですけども、うん、いつも食いすぎ甘みを感じるようになってますもん、僕の場合。、うん、あ、体調どうですか？体調ね、いいですよ、やっぱり。ちょっと痩せた気しません？ちょっと見てみる。こういうイメージですか？ちょっと痩せた気します。あ、私ね、うん、好きタイプね。嬉しい。ありがとう。加藤さん、動画に映るから、治療院の紹介の動画に映るからね。今許可もらいますよ。高いよ。ありがとう。どうもまたね。吹きもらっちゃいました。吹き出たやつ。で、早速今日も体重測ってみたいと思います。ちなみに今日朝測った体重もある。じゃん。108.8kg。今日の朝です。108.8kg だったんですよ。まあ体重計違いますしね。うん。うん、まあ今は朝ごはん食べて。食べた後だからね。朝ごはんは、ポテトフライとナゲットとご飯と明太子と、あと何食べたっけ？なんかそんな温度。体重かかります。あれ、おー、 110.5kg です。おー、ちょっと忘れてたね。ですね。昨日、うん、ゆーちゃんにストレッチしてもらったんですよ。はい、まだね、練習段階だけど、やっぱりでも上手ですよ、あの子は。うんうん、今年免許を取ったんですけど、うん、うん、それでもね、上手です。ちょっと目が良くない女の子ではいるんですけど、でも普段から一生懸命練習頑張ってるし、なんかその時の映像見てたんで、なんかさっきの見た通り割とうまくいってたんですけど、僕のやってくれた時、なんか本人であんまり納得いかなかったらしくて、その後も一緒にやってくれた佐藤のじいじと一緒に練習してね、やってくれたんですよ。だからまあまたちょっとずつ練習して上手くなっていくんじゃないかなと思います。頑張り屋さんですからね。でね、さっきね、朝来た時はたまちゃんが窓も拭いてくれてたし、頑張ってやってくれるならありがたいもんですね。あれ、今日はね、昨日もやったんですけど、やっぱりちょっと体柔らかくなってるんですよ、前より。はい、ちょっと体柔らかくなってるんですよ。うん、こういくんですね。ちょっとおんぶしてみますか、試しに。せな、ちょっとおんぶさせてくれる？まあ、ちょっと朝ね、ダメっすね、眠いみたいで。ダメっすね、できませんね、おんぶは。おんぶするときに、やっぱり僕の場合だったら、こうお腹がすごい太ってるのと、あとあれ、この肩の前の方の筋肉が、大胸筋とかね、小胸筋とかっていう筋肉があるんですけど、この辺をやっぱりしっかり伸ばして、あと腹を痩せるっていう風なことをしていたら、だいぶおんぶに近づくんじゃないかと思ってます。まあ、今日もちょっとお腹周りのやつをちょっと探してやってみたいと思います。じゃあ皆さん、今日もよろしくお願いします。あ、そう、コメントを、昨日の静かにしろデブ動画でも多数いただいて、ちょっとまた読んでいきますね。715、黒猫さん、投稿されるたびに動画の編集レベルが成長見られる良いコンテンツ、成長の見られる良いコンテンツです。
編集レベルの成長が見られるいいコンテンツ。なんかあの関係映像関係の方なんですかね。どうなんですかね。うん。わかんないですけど、ね、全然ね。で太っててごめんのエクササイズにエクササイズでお茶を拭いたので返してくださいということで。あれ来てくれたらいつでもお茶返すので。お茶返しますね。美味しいやつね。言ってください。ありがとうございます。続いて、デブンスボール始めましたにもコメントが追加されていたので。あら。こちらはですね、715黒猫さん。視聴者一人しかいないんじゃないですかね。体重測定するなら寝る前か起きてすぐとかが習慣にしやすくておすすめ。まあ動画構成のことを考えたらこれはこれでありかも。おお、いいこと言いますね。うんうん、参考にさせていただきます。はい、ご意見ありがとうございます。参考にさせていただきますということです。ありがとうございますですけど、あ、子供をおんぶしたいダイエット編でも新しいコメント1個ついてますね。これは715黒猫さんから頑張ってと頑張ってと優しいメッセージが来ました。はい、頑張ります。まさに頑張ります。ありがとうございますってぐらいですね。あと、うちにいる最初に映ってた地主先生いるじゃないですか、うん、あの地主先生が奥さんが結構動画見ててくれてて、昨日もねシエナの服買ってくれてプレゼントしてくれたんですよ。かわいいね。地主先生にいつも動画撮ったら送るんですけど、その返しがですね、泣いた赤鬼のような絆が込み上げてきました、お大事にって言われてますからね。シエの爆笑です。いや、ありがとうございます。本当にコメントもらってね、まあ頑張ってね、これからも行きたいですね。まあじゃあ体操かバランスボールか、まあ神々ですけどね。体操かバランスボールか、今日誰かがパクってやりましょう。お願いします。はい、 OK です。後ろに止まった。これで大丈夫だな。
風呂上がり。お疲れ様。どうでしたか。今日のが一番辛かったかもしれないです。なんかあの腹出てるじゃないですか。うん、この通り。結構出てますね。結構出てます。あの昨日ビデオで見てびっくりしたんですよ。はい。結構出てたから。うん。ほんだらあのまず腹やっぱり引き締めないと。うん。おんぶできないと思うんで、はい、じゃあまず腹やってますね。あ、虫みたいだったでしょ途中で。虫みたいでした、すごく。ゆうちゃんが動きが見えないって言って爆笑してました。動き見えないのに爆笑するってそれもやばくないですか。ちょっと息遣いがちょっと試しにシェーナでもおんぶしていますね。あ、いいですか。じゃあちょっとヤギ先生、ちょっとシェーナをちょっと連れていきます。はい、僕おんぶしてみるんで。床からでいいですか。そこからです。直でいっていいですか。はい。おお。そのままちょっと起き上がれますか。ちょっと怖さがありますね。やっぱり。シェーナも怖いでしょ。シェーナはねニコニコしてますよ。ウルピー。ああ。ベチャベチャなんじゃない。いや。おろし。全然ください。今日はあの外野がいましたけどどうでしたか。いや、やっぱり一人でやるよりいいですね。一人でやるよりやっぱりいいっす。いいですか。じゃあまた、はい、皆さんもいいオンプライフを送ってください。うん、じゃあまた明日。おお、しっくりした。